はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、アスカの出現率超アップガチャ来ました。ダブルゼータ、これはですね、今回のイベントの攻略の鍵となるキャラ、あの裏マップのね、むちゃむちゃ強い強敵に対して特殊能力があります。なのでこれをゲットすれば、もしかしたら裏マップの強敵倒して楽々周回がねできるようになるかもしれません。まあそんなに甘くはないと思いますけども、まあとにかくね、アスカはさ欲しいんですよ僕ね。そしてさらに週末おはじきキャンペーンが来ました。これはですね、おはじきバトルで敵を倒しまくるチャンスということで、まあチャンスと言いながら、アスカにはねおはじき特攻ないんだけどね、ちょっとそれはどうかなと思うんだけど、まあ週末ねちょっと走りたいなと思います。確率見ていきましょうか。トリプルゼータは 0.4%、 そして出現率アップしているアスカちゃんはですね 1.2% きた。これはね神引きしちゃいますよ。もちろん秘策があります。ミルキーポテトチップスポテチがママの味本当かよということで、自分で言って自分で突っ込んじゃってますけども、こんなのがあるんだよね。ちょっとね普通に食べてみたい。ポテチがさミルキーの味ってうまいのかということで、怖いもの見たさに買いました。匂いがむちゃむちゃミルキーなんだけど、まあ、僕ミルキーもねポテチも両方好きなんで、一緒になったらむちゃむちゃうまいに決まってんじゃねえか。なるほどね、ちょっと複雑な味、何なんだろう。甘いポテチ、甘辛いポテチというか、なんかポテチのさ蜂蜜味ってあるじゃないですか、あれに近い感じ。まあありって言えばあり。それでは神引きしていきたいなと思います。まずはですね、配布された10連エヴァコイン、こちらで神引き狙っていきます。この10連エヴァコインの中身なんですけども、もちろんトリプルゼータのシンジ君入ってます。アスカちゃんも入っている。そしてコラボキャラは一通り入っている。さらに SS ランク、 S ランク、 A ランク、 B ランク、いやいやここはコラボキャラだけでいいだろうっていう気はしますけども、まあ一応ですねダリスとかねウィスパーも入っているということで、とりあえずねここでトリプルゼータ引いとくわ。さあ行きます。さあ10連エヴァコイン、10連なんでもしかしたら全部コラボキャラ出ちゃう可能性はあるよね。もうそうしたら今日ガチャはこれで終わりですよ。行きます。さあ来てほしい、焦点お願いします。ホットゴールドのウィスパー、そして金カップは一つです。ちょっと渋め、マジかよこれ、ちょっとこれはちょっとっていう感じするけどね。まあでもこの金カップからねトリプルゼータ来る可能性はあります。止まればコラボキャラです。他のキャラはね全て持っているはず、さすがにね。さあ来てほしい、ここでいきなりトリプルゼータ引いたらさ超神引き、これは間違いなしです。しかし A と B しか出ません。今回ねコラボキャラもさ、これはすげえぞ、実書きた、マジか。アイテムもありだよね、これある意味神引きじゃないですか。いきます、止まったらコラボキャラ、お願いします。てい、おっとここはスルーか。まあでもまあ G 書1冊出たんで、これはありということにしておきましょう。 G 書はね非常に貴重です。さあそれでは行きましょうか。エヴァンゲリオンコラボガチャ、これエヴァ仕様のガチャね、むちゃむちゃテンション上がるよね。10連いきます、当たり前じゃないですか。さあ来てほしい、いきなり昇天してほしい。今回のダブルゼータはイベントの鍵となるキャラ、ただおはじき特攻じゃないので、今回オルジョス、おっとゴールドのウィスパー、もう今回さ、でもおはじきを攻略しないとおそらくその裏マップ無理だよね。今回だからおはじきキャラがさ爆出してさ非常に重要だと思うんだよね。しかも今回の裏マップコラボキャラ以外は弱体化ということで実質使えません。ちょっと待てよ雨降らし、今回でもコラボって言ったらさ普通はさちょっとサービス気味なんだよね。コラボ相手のことも考えて、まあちょっと
サービス、まあでも今回いろいろお帰りキャンペーンとか配布があるからな。まあそういう意味ではバランス取ってんのか。いやでもね、イベント自体の難易度高すぎる。さあ止まってほしい。キンカップからコラボキャラお願いします。僕はねまだ何も持っていないんで SSS ランクでも全然 OK です。てい、あーっと秘伝書か。秘伝書嬉しいんだけど入れるキャラがねえぜ。でもこのガチャはいいよね。回したくなるわ。刺さる。いきます。10いきます。当たり前じゃないですか。さあ来てほしい。もうとりあえず特攻が欲しいわ。お願いします。来たー。マジかよ、この引きの強さ。これでランク Z 以上確定です。今回ね、そうは言ってもランク Z 以上結構あるんだよね、数がね。なので、いやいやでもさ、アスカちゃん 1.2% でしょ、来たでしょ、さすがに。っていうか別にいいんですよ、トリプルゼータのシンジ君でも OK です。アスカちゃんかシンジ君、どちらかが来てほしい。さあ止まってほしい。赤カップからのサプライズ全然 OK です。さあ来るのか。最近でもね神引きしてないんだよな。トリプルゼータ全然引けてません。もう爆死で来ています。なのでそろそろ年末プニリまくりたい。プニリまくりにもやっぱりキャラが欲しい。育成するにもさ、キャラがないと始まんないからね。さあ金カップから来てほしい。止まったらコラボキャラ、コラボキャライコール特殊能力をと、ここはスルーだ。さあ虹カップ、これはもう止まるのは間違いないでしょ。これ止まんなかったらさやばいわ。でも今回のイベントね、結構不具合が多いんですよ。途中メンテ入るぐらいだからね。だから何が起こるか分かりません。さあ止まるのか、アスカちゃんもしくはシンジ君、お願いします。てい、来た来たよ来たよ来たぜ。虹カップからの激アツ、てい、やダブルゼッタ、アスカちゃん来た。全然関係ないけど僕はね斉藤アスカちゃん結構好きなんですよ。関係ないけどね。さあ来たぜ。これはちょっと育成してイベントを走るわ。ちょっとねまたイベントやる気が湧いてきた。これはちょっと、これでも神引きなんじゃね、なんだかんだ言って。さっきゲットした辞書もねこれ投入してさ、いきますよ。かわいいよねやっぱアスカちゃん。いいんじゃないのこれ、オーラがやっぱり。ダブルゼータ、ダブルゼータ育成大変だよね。いや来たぜ来たぜ。さあどうなんだろう、皆さん何回ぐらい回してね、何が出ましたでしょうか。そのあたりもねコメント欄で教えてほしいなと思います。最近のプニプニはねガチャの確率が渋いので、どこで勝負をかけるかっていうのもね重要な攻略要素だと思うんだよね。だからそういう意味でも、まあ難しいけどね、今勝負かけるのがいいのか、トリプルゼータでね勝負かけるのがいいのか、はたまた追加はあるのかないのか、まあいろいろありますけども、とりあえずねイベント走っていきたいなと思います。それではですね、イベント攻略やっていきます。今ですねレベル35まで来ちゃいました。無駄にですねレベルが上がっていく、やばいんですよね。これはねちょっと危険なパターンありますけども、まあでも突き進んでいくしかありません。まあとりあえずね40回までね倒してレベル40までいけば、一応特攻キャラがですね、まあ、Y ポイント交換なんですけどもゲットできるので、まあ、ワンチャンあるのかないのか。さあちょっとね特攻キャラがいないので、まあ、ポカポカの強キャラでやっていますけども非常に苦しい状況ではあります。まあ、今回相手が不気味ということで、まあ、プリチーかポカポカが種族相性的には有利ということで、まあ、プリチーにするかポカポカにするか迷ったんだけど、僕の場合はですね、まあ、育成が進んでいるパーティーがポカポカだったのでポカポカでやっています。さあポカポカ最強パーティーでもダメージあんまり出ないんだよね。だから厳しいには厳しい、やはり特攻キャラ必須か。
伝えに来ました。さあなんとかね倒すことができました。いっぱいいっぱいです。さあこれでダメージ的には4700ですね。もう少し出てほしい。1万ぐらいね削りたいね。さあこれで89ポイント。そしてお、ちっちゃいけど秘伝書ゲット。おっと来ました、来ちゃいました、覚醒来たぜ。行きましょうか。レベル7で HP が36万っていうね、えげつない HP ですけども、特攻なしでいけるのか。いきます。何マジかよ、これはちょっと勘弁してほしいね。